こんにちは、島です。冒涜の体験、こちらで DLC ボスやっていきたいと思う。バフもタリスマンも一面ですね。 DLC にある暴竜のタリスマン、これだけは入れていきたいと思う。ん？トープスさんか。 LINE 来てる。なんだろう。レアルカリアに戻れない私はニート、つまり金がないんだ。普段からセリアにはお世話になっている。しかし最近は閉店が相次いでいるんだ。100均の中に紛れ込んだ200円300円の詐欺集団にかもられながらも、ついつい足を運んでいたんだが、あまりのショックにこの前買った小物入れの使い道が決まらない。それ必要ないやつだな。一生入れ物がないまま捨てられないパターン。捨てられないといえば、この前狙っていたスカートが 30% 引きでつい買ってしまったんだが、いつか履くと思って1年、ちょっと太ってしまった2年目、彼氏に振られた3年目、この装備は呪われながらも捨てられないんだ。いや、まだ履いてないから師匠の個人的な問題かと。その点俺なんか生命保険、住宅ローン、投資商品を勧め、契約してしまえばあとは知らんので、躊躇なく切り捨ててますよ。クレームがあったらこう言ってやるのです。自己責任と。そうか、ではつけ込まれる前にやっちまおう。そんな君たちにこの言葉を送ろう。因果応報ってな。レディゴー。まずは獅子舞。ここに冒涜を食らわす。8000。嘘でしょ。え、もう第2段階冒涜終わりかもしれない終わりだこれはすごいなすごいダメージ出たな。一応火力が1679、フルバフした時2500。マジか。これ当てられればいいんだけど、まあチャンスをものにしないとね。どうせ当たんないでしょ。あ、打ち合えば当たる。危険か。っていうことは危険した時もいいかもしんない。当たってるよ、当たってる。バフが切れるから早く行きたいところではあるが、焦ってはいけません。はい、ダン。はいはい、ここ。あ、当たんのか。冒涜。え、なんで当たったし。いや、いいけど、なんで当たったし。はい、おらよ冒涜。避けられないと思いきや避けました。当たんのか、近いと当たんのか。これはなんで避けない。レラーラ、ここ、ほら、もう一発いけるぞこれ。だで、これが来た。ケツ回りね。違うわ、炎の方だった。焦んな、大丈夫だぞ。はい、1、2、3、終わりです。よし、これが冒涜の威力。なんで避けなかったし。結構避けられるっていうイメージだったんですけど。入ったらね、まず冒涜撃っちゃう。でんでんでん。でこれをかわせばむちゃくちゃチャンス。どうよ。おい、もう一発来ない。ほら、ダウンしないか。もらった、終わりだ。これが冒涜の強さだ。先こっち来てもよかったかもな。むちゃくちゃダメージ通るんですけど。エイジの破片ももらえるしね。スタブループってどうやるんですか、わからないのですが。とにかくこれ避けちゃって、バン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 。どこで終わるんだ、この辺り。くらえ、むず。あ、なるほど、これさ、なるほどなるほど、わかった。お墓に、ちょっとそれは無理だ。お墓にあの光線、あれが邪魔されるってことか。なるほど。っていうことはこっから撃てばいいんじゃない。略奪はどうだ、どっち行った。位置的にはここがいいぞ。いいが、いや、にぎやかだな。これでまず雑魚を倒してしまういいね、いいっすいいっす。いった、そんなすぐ
そんなすぐ召喚する？だが発見したぞ。こうでしょ？厄介。これはジャンプR2でしょ。ほい、ほら行け、回復するぞ。うーし、さらに撃ってしまえば逃げられる。難しいもんだな。ほい、ただお墓の位置からやつに、くっ、お前らをやっちまう。なんだこれは。倒したか？倒したな。もう、まあ一つ発見したということで、あの光の輪はお墓を貫通できない。カゴレベル上げとけばよかった。13と。ローミナさん行きます。めっちゃ怖いこの人。はい、動きがね、よっと。もう一発来て、ここを入れると7000だが、めっちゃ反撃食らってます。もう一発入れちゃって、はい、ちょ回復しよう。はいはいはい、ん、ここは恐れず一発入れて、やばい、あ、やばいっす。だがしかし、これ第2段階行くでしょ、行かない。よし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 、いいぞいいぞ。離れて今のうちに回復。まだ範囲か、全然わかんない。あ、範囲なの。これ撃っちゃっていいんじゃない、撃っちゃっていいんじゃない。ほら、ほい、いけるいける、火力は強いぞ。ヒュンヒュン、あ、よっ、いける、終わりだ。ロミナ、よし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 、やばいっす、やばいっす。怖い、あなたの動きわかんない。あと恋愛感全然わかんない。かわせればいいボスらしいんだけどね、苦手ですわ。初見でクリアした時のもう加護超えてるんだけどね。16になってます。初見は15でしたね。それでラダンまで行きました。あの壺持ちがまさかさ、エイジの破片持ってるとは思わなくて分かんなかったな。封印の木が塔を陰に隠している。メスメルの火種がなければ焼くことができない。灯油かけて、火つけて、燃えるよ。アップデ後ね、向こうから走ってくるようになったんで、中入ってから全てが間に合いますということです。問題はこのタックルを避けられるか。引き寄せて横、避ければチャンス。いいね、これもチャンスだね。ダメージどれくらい、9000。うわ、めっちゃ出てるやん。はい、いける、でこれいけるんじゃない、当たれ、おし、いけた。縮小ガイウス食らったか、この略奪の炎。やっぱね、加護の力受けるとむちゃくちゃ出るね。もうちょい切腹とかさ、ああいうのとかも混ぜると1万いきそうだよね。今加護の力16ですね。わあ、暖けえ。マデューラの光、うまい、うまい、うますぎ、うまいって本当に。はい、加護上げて17と。影のひまわり、いきます。まずはしっかりトゲを避けまして、これ2発目避けるのむずくない？で略奪を打っちゃう。うまくいくと一撃、よーし、火力よ火力だ。でここで火を入れながら出てくる方を向いてる、つまり向いてる方から出てくる。で第2段階もうまくいけば一撃で倒すことができる。いいね、はい、いただき、ドーン。じゃあ火を入れながら FP 回復して、さすがに第3段階は、ほい、一撃は無理なんで一旦避けますね。はい、ここに入れればいいでしょう。終わりだ。影の化身燃えるね。もうおすすめ、炎系ならマジ何でも多分おすすめだと思う。略奪いいよ、ほらむっちゃ遠くまで行くし、おすすめです。タリスマンは一面でいいんだけど、 DLC で取れる暴竜のタリスマン、これはプラスでつけといた方がいいかなと思います。霊薬にさ
油入ってないじゃん。まだ火力が上がるということか。恐ろしい。 ASMR メッスメーメッスメー、行きましょう。第一試練なんだけど6400効いてんだよねこれ。はい、十分でしょ。はい、むずい。ほらやった、攻めろ。スタミナがないんだよな。一旦仕切り直し、チャンスで、ここは2瓶飲む余裕があるんで、で略奪。はい、しっかり見て、突き刺し爆発略奪、近いぞ。大丈夫か。はいはい、あー食らったか。だから略奪撃っちゃう。はい、そして口開けたら避けて終わりだ。メスメル、略奪の炎の方がお前の炎より熱かったな、はあ、やっと勝った。ただ意外と効くでしょ。意外と効くんですよ。まあ僕は強化するの好きなんで加護は18まで上げてるんですけど、まあそれでもメスメル相手に6000いくら出たか、十分でしょ。デイネイ、ドロドロ、ぬかるみ、ぬかるみかな。ぬかるみ、ぬかるみ。ここで打っちゃえばいいんでしょ。略奪は、めっちゃいい。略奪は、あ、勝った。略奪は、あ、もらっちゃったけど勝ちました。燃えるね。泥って確か工場とかにさ、集めて水分抜いて最終的には燃やすんだよね。っていうことで炎が通じるんじゃないかな、知らんけど。いやでも8000聞いたら、まあ、かなり効いてるね。メスメルが確か6000ぐらいだっけか。基準にしよう、一つの8000ぐらい聞いたら効果が抜群に出ております。あ、トリーナさん、美しい、よう寝とるな。あの後ろからだとさ、蜜吸えないんですかこれ。そうみたい。まあ別になんてことはないんですけど、後ろから話しかけると蜜が飲めないみたいな。美味しいです。 You dead、 あなたの夢を見て眠ります。ミケラを止めて。わかった、止めるよ。そして止めた暁にはあなたを迎えに来ます。まずい、ちょっとキモいって思われてないかな、大丈夫かな。だからね、諦めないでアタックしてって、そういうことでしょ。ただ一言言いたいのは、アクタンが卒業するってさ、ホロライブを。たまにさ、あっちのこと好きすぎとか、こう画面のさ、僕の上のところに 44.5 分経過しましたとかさ、たまに出してたんだけど、あれはアクタンのネタだったんだよな。マジか、6年目を前にしてお疲れ様でした。だからね、 VTuber は押せるときに押せ、これ名言ですので覚えておいてください。いつ、ね、いなくなるかわからないので、押せるときに押せ。僕から以上です。ミドラー、こんな狭い部屋で何やってんの。いや狭くはない、狭いのは僕たちの心かな。はい、じゃあここで霊薬飲みます。そしてこれは命のやり取り、一発略奪ってロリ、略奪ってスタミナ回復させつつ後ろ回りするとワンチャン食らわない。ほら、よし、しっかりとダウンを取ってと。ここですね、 FP だけ回復して略奪、
あー、当てたかったな。残念。はい。さあ、ここで撃っちゃダメなんですよね。ほら、こういうの来るから。ただ、略奪のチャンス。あ、まずい。バーン。スタミナないよ。はい、一旦回復して。で、FP ね、回復しない。これ回復するとダメなんですよね。ほい。はい、絶対こ、ほら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 、来た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 。さすがにでも一旦回復しないと攻め手がない。もう一発回復して。よっ、これしゃがめば避けられるんだけど間に合わない。おい、行くぞ。ほい、略奪、命のやり取りね。でかいの来るよ。ほい、ほら、略奪して終わり。命やり取りだ、これは。いや、あのくるくる回転するのね、しゃがめば避けられるってとこ見せたかったが、うん、残念。いやー、でもひどいもんだ、本当に。カゴ20だよ、これで。ね？どうすんの、このミドラ。20でしょ？どうすんですか、これ。メーテル、行きましょう。バフバフバフ。どこで撃てばいいかわかんない、マジで。一発目ね、うまくいけば、この辺で撃てば。いける。2。あ、やばい、指に引っかかってる。距離感わかんないんだよな。はい、これもう一発いけるぞ。食らいながらね。痛い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 。2位、食らいながらね。あ、ダメ。あ、痛い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 。1、2、3。おらよ、略奪。いける？間に合う。終わりだ。メッテール。何もさせず勝つ。これが、あ、おい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 、初見じゃないのにびっくりしちゃったじゃん。むずいね。燃えてる？まあ、火力は出てるけど、どこで撃っていくか、この距離感がね、厳しいんですよ。クマちゃん、行きましょう。ここは初動でどれだけダメージを与えられるか。そこが勝負です。まあ後ろから行って、これぐらいかな。まず一発入れてどう来るか。ガー、ガオーだったらそのまま略奪打って、あ、終わった。はい。余裕です。眠り壺で眠らせてもいいだろうし、まあ火力あるならバンバン打ってもいいだろうし、とりあえず怪我はもらいました。それだけです。お気に入り。冬とかしのげそうじゃない、これ。冬はラルバの毛皮でしのごう。ふと気がついたんだけど、この鎧とかのさ、上にコートとかって着る？きっと寒いから着るかもしれないな。なんか気になりました。ボーリュベール行きましょう。マジね、ボーリュが過ぎるんですよね。チャンス。こういうところしっかりと入れていかないと勝てない。はい、まあ、当たればダメージは出てんだよな。ガオー。はい、ボーリュベール。こっちはボーリュシマリンだから。あ、痛い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 。はいはい。なんだ今のは。マジで今のなんだ。ああ、あちちちちちちち、マジ今のなんすか。はい、ボール止まったんですけど。待って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 、止まった後の猛攻がすごすぎる。
これ勝っちゃってもいいですかね。ボーナスタイムの後のボールがマジボールなんですけど。だが終わりです。終わりたい終わりたい終わりたい。勝ったか。え、なにこれ、勝った。まあオッケーにしてくれ。ボーリューのねストップが見れたということで、ルーン回収と。 Don't you flash。 とりあえずバフはしてと。どこ現れるっけ、目の前だっけか。まあ略奪でドーン。はっ、かわされた。あ、いいね、オッケー。ちゃんと FP 回復してドーン。はい、あれダン、え、ダン、ちょっと待って、次ムーア出てくる。あれ、そ、ん、ムーアどこ行った。あれ、おかしくない、ちょっとイベント分かってないからさ。はい、とりあえず一言言えるのはレーダー無力。こんなに違うか。はい、ちゃんとスタミナとか見て。え、楽勝なんですけど。あれ、なんでムーア出てこなかった。ちょっとその辺詳しく分かってないんで、まあとりあえず楽勝でした。あらー、これどうにかムーア出さないようにするとだいぶ楽だぞ。あ、選択肢してないな。っていうことはここにも死体がないっていう感じになるのかな。そうだな、イベントちゃんと進めないと鈴玉とかもらえなくなるし、ポッキリフラグが折れちゃいますね。で、とりあえずレダとダンとツノビと、あの辺は出てくんのか。なるほどね。ラダーン前半はいいんだよな、この火力によって押し切ることができる。はい、回復さっさっ。はい、でここも略奪しながら第2段階。めっちゃいいんだけど、えっ、そんなことある。ガード、とりあえず回復して3。いや、見えない。はいはいはい、避けて。真正面きついよね。おい、後ろ行って発動ともにジャンプ、横ジャンプ。1、2、3、4、5。お、うわ、当たってんだよな。とりあえずジャンプしとく、意味はあるか分かんない。さあどこだ、いた、飛んでこい。うめえ、略奪。はいはい、だんだん、はい、ここで略奪を打って、終わりだ。ガダン、いや、きっつい。第2段階マジで何でやってもきついんですけど。本当にさ、まあ、ただ火力は見せられたかなということで、僕初見で2回ミケラに抱かれたんで、ラダーに抱かれたのかミケラなのか。とりあえずそこでジェスチャー、あなたと共にこれを手に入れたんですよね。まあ普通に勝つと手に入れられるんですね。